つ。夏色心ログ。夏色心ログ実況を始めていきたいと思います。そうだね。前回水着のところで止めてるな。水着のところで止めてました。もうバテちゃったの？これサムネにするために。これをサムネにするためにここで止めたい。それではここから水着から。始めていきましょうか。という方、二人きりになるんじゃなかったっけ。多分選択肢が来るんだと思う。まあやっていきましょう。だらしないよお兄ちゃん。もっとリンと遊ぼうよ。冷たさの爽快感だけじゃなく、水の抵抗もしっかりと再現されている電脳世界。おかげで体力の消耗は結構激しい。一番はしゃいでいるリンとライが元気いっぱいなのはどういうことなんだろう。二人とも元気だな。そう？ヨシトが情けないだけじゃない？ご主人様にももう少し体力をつけていただかないと。キサラ満足できないかもしれません。私は少し疲れてしまいました。この世界でプールは初めてですから。リンも初めて。でもすっごく楽しい。ええ、とっても開放的な気分になってしまいますね。キサラさん、何をするつもりなんですか？水着の紐をほどこうかと。ご主人様にもキサラを見てもらいますし、きっと気持ちいいです。消えてしまうで。やろうもんなら膜がつく。それはやめてくれ。クローンがいち早く気づいてくれて助かった。開放的な気分になるのも限度がある。ねえねえお兄ちゃん。ん？なんだ？リンたちってさ、日焼けするのかな？さあ、どうなんだろう。日焼けって紫外線が皮膚に当たってメラニン色素ができるからだっけ。電脳世界にも紫外線とかあるんだろうか。へえ、ライ困っちゃうな。日焼けしたら衣装を着るときに跡が目立っちゃう。私も日焼けはちょっと遠慮したいです。キサラは焼けたいです。日焼け跡ってちょっとエッチじゃないですか。そこで俺に振られても困るんだけど。ここにいる殿方はご主人様だけじゃないですか。殿方の、まあ、いえ、ご主人様の好みを聞きたいです。お兄ちゃんが黒い方がいいって言うなら、リンも日焼けしてみるけど。え、あ、そうなの？ヨシト、日焼けした女の子が好み？違うって、誰もそんなこと言ってないから。では、日焼け跡はどうでしょう？それは、正直来るものはあると思う。そもそも水着の日焼け跡ができる部分そのものがドキドキするところで。ふふ、お嫌いではないみたいですね。そうなんですか。ああ、違うってば。サラのペースに巻き込まれるとどうしてもそっちの話題になってしまう。それより、結構人が多いよね。そうだね、カップルのアバターばっかり。ライの言う通り、周りにいるのは男女カップルのアバターがほとんど。現実世界だとこういうレジャー施設には
家族連れや女の子同士といった集団もいるんだろうけど、特別な相手と来るところなのでしょうね、ここは。はい、ですけど空中庭園のように制限はなかったですね。でも知らない人に声かけられても大丈夫だよね、お兄ちゃんが守ってくれるもん。ヨシトに守ってもらうシチュエーションそれいいかも。きっと悪い人なんてすぐにやっつけてくれるよね、お兄ちゃん。簡単に言うな。はい、もうの世界ならそうそう負ける気はしない。勝手に上位ランカーの看板を背負ってはいないし、それなりの自信もあるそうですね、ご主人様に守ってもらえるのでしたらナンパされてもいいかもしれません。ナギでもあるキサラに言われると乾いた笑いしか出てこない。俺より強いもんな。私ナンパなんて。クーンも気をつけないと危ないよ。ガバーッと食べられちゃうんだから。食べ、何を想像したのかクオンの顔が真っ赤に。俺までちょっと恥ずかしい。あー、ヨシト赤くなってるよ。何を想像しちゃったの。なんでもないよ。本当ですか、ご主人様。キサラの目を見てください。水着姿だから余計にまっすぐ見れない。ヨシトさん大丈夫ですか。大丈夫、ありがとなクロン。いえ、今度はクオンが真っ赤だよ。二人とも恥ずかしがり屋さんだね。そこがご主人様の可愛いところですから。うん、そうだね、お兄ちゃんが真っ赤になってるところ可愛いそうですね、私もそう思います。あんまりいじらないでくれ。白旗を上げて降参。これ以上この話題を続けても追い詰められるだけだ。皆さんは他にご主人様のどんなところが魅力的だと思いますか。優しいところ。お兄ちゃんに甘えるとね、すっごく気持ちいいの。私も優しいところだと思います。ライは全部かな。ヨシトのこと丸ごと全部。あら、気が合いますね。キサラもご主人様のすべてが女の子同士で話が盛り上がり始める。この隙に今後の作戦を立てないと。さて、あんまりゆっくり休憩している暇はないよな。ここで遊べる時間は限られている。そろそろアクションを起こさないと。自信を持って話しかければきっと大丈夫なはずだ。さあどうしようか。さて、だね。まあね、攻略対象は決めてるんで、いきます。ニコニコと笑顔を向けてくれるライ。アイドルとしての魅力は俺の興味を引くには十分すぎるほど効果的だった。よしと、ん？ちょっとだけ二人で話したいな。いい？どうやって吉居を作ろうか考えてたけど、願ってもないタイミングでライからの提案。いいよ、わかった。それじゃあ。じゃあ行こう。よしと、ほらほら早く。あ、ちょ、ライ。どちらに行かれるんですか？ちょっとヨシトと遊んでくる。
ラインに手を引かれて転びそうになりながら走る。引きついてくる時とは違う柔らかさが手に伝わってドキッと胸が高鳴る。遊ぶってどこ行くんだ。いいからいいから、ライト一緒に来て。みんなから離れて少し静かなところに移動。ライはくるりと振り返って俺に笑顔を向けながら口を開く。ライね、ユーシトに見てほしいものがあるの。見てほしいもの？そう、ライのこともっと見てほしいんだ。どう思う？ヨシトの感想聞きたいな。ポーズを取るライは自信に満ちている。さすが電脳世界のアイドルといった雰囲気。浮かんでくる言葉は月並みのものだけど、こうして二人きりで話している以上ごまかせない。恥ずかしいけど素直に伝えよう。火を消してライと視線を交える。一つ息を吐いてから抱いている言葉をライに送る。可愛いと思うよ。水着よく似合ってる。本当？ありがとう。不思議な感覚だった。いつもなら万人に向けられるはずの笑顔が今は俺だけに向けられている。ヤシトもかっこいいよ。ダイの好みにぴったり。ありがとう。照れてる。ヨシト、かわいい。こちたら女の子には慣れていない普通の男だ。デートの経験なんてほぼゼロみたいなものだし、女の子を喜ばせる方法もろくにわからない。対してダイは、天皇世界で人気を誇るアイドル。女の子としての魅力に溢れていて、自分をアピールする方法を熟知している。ん？ヨシト、どうかしたの？いや、ライはみんなから好かれてるだろう。俺なんかに褒められても嬉しくなる。それは違うよ。ヨシト、そういうのってよくないよ。ライ。ヨシトは素敵な男の子なんだから、もっと自信持って。ライはお世辞なんて言わないよ。本当にヨシトのことがかっこいいって思うからそう言ってるの。おみない君に足りないのは経験よりも自信よ。自信を持って話せば自然と会話は弾むから。ああそうだ、梅宮先生にも言われた通り、もっと自信持たないと。俺がそんなことないって否定するなら、ライを疑うのと同じことだ。ごめん、そうだよな。もっと自信を持たないと。そうそう、背筋をまっすぐに伸ばして、優しく笑顔。これが基本だよ。こんな感じ？うん、素敵だよ、ヨシト。だから、抱きついてくるのはちょっと控えて。もう、どうして？水着なんだし、いろいろ問題あるでしょ。ライはそんなの気にしないのに。ヨシトってば、お堅いんだから。お堅くなってしまうから問題だってことを、きちんと理解してほしい。でも、せっかく二人っきりなんだから、ちょっとくらいはいいでしょ？スルリと腕を絡めてくる。流れるような見事な動きだった。俺のどこがちょっとなの？男の子と女の子が一緒にいたらこれくらい普通だよ。いやいや、そんなこと。周囲を見渡してみると男女カップルのアバターは俺たちと同じように腕を組んでいるね。だからライたちもこうするのが普通だよ。そういうものなのか。そうだよ。まあ、それと他の人は見ちゃダメ。いや、そういう意味じゃないって。ライの笑顔から目をそらせない。吸い込まれそうな瞳に見つめられて息苦しさを感じるくらいだった。ヨシトのことがよく見えるように近くにいたいの。
いいでしょ、ヨシト。うん。本当に？やった！無邪気に笑うライを見ながらふと考える。かなりギャップがあるよな。現実世界と電脳世界の違い。ライは本当に琴音ちゃんなのか。ライに見とれちゃった？しょうがないな、ヨシトは。あ、いや、その…じっと見てくれてるの、嬉しいよ。それって、ヨシトがライに夢中になってくれてるってことだもんね。否定できない。夢中になっているということは間違ってないと思う。あれ？本当に見とれちゃってる？そんなにじっと見つめられたら、ちょっと…照れちゃうかも。あ、いや、ごめん。いいよ、ヨシトにならずっと見つめられていたいな。ねえ、ライ、聞いてもいい？何？何が聞きたいの？ライはさ、どうしてアイドルになったの？いろいろあるけど、憧れだったからかな。憧れ？そう、ずっと憧れだったんだ。それは琴音ちゃんの意思ということなんだろうか。現実ではおとなしい性格の女の子が、電脳世界では明るくて積極的なアイドルだなんて。ライのこと気になる？そりゃあ、まあ。そうなんだ。でもこれ以上は教えてあげない。で、どうして？ヨシトにもっと見ててもらいたいからだよ。弾けるような笑顔なんて言うけど、ライのためにある言葉だと思ってしまうような笑顔だ。秘密はね、女の子を魅力的にする大切なものなの。化粧やおしゃれと一緒なんだよ。ライに言われると本当っぽく聞こえるな。あ、信じてくれてないの？女の子のことまだよくわからないから、俺にはちょっと難しい話だよ。そっか。ヨシト、まだ女の子のことがわからないんだ。いたずらっぽい笑顔、微笑みを浮かべる、はい、あ、なんとなく嫌な予感が。それじゃ、これからライがたっくさん教えてあげる。え、女の子のこと遊びながらいろいろ教えてあげるね。まずはあれから。ライの指さす方には大きなウォータースライダーが。さっきからキャーッと悲鳴が聞こえてきている。ほら行こう、ヨシト、時間がもったいないよ。うん。なんだかライのパワーに終始押されっぱなしだ。こういうところも現実の琴音ちゃんとは大きなギャップを感じる部分なんだけど、これが本当の琴音ちゃんの素顔なのかもしれないな。ウォータースライダーを二人で満喫。現実では到底再現できないようなギミックがもう山盛りで、めちゃくちゃスリルがあった。これ、ちょっとやりすぎじゃないか。あ、そう？電脳世界って空を飛べるくらいなんだから、こんなものじゃないかな。行動力やバイタリティはみんなの中で一番。アイドルとして活動しているたまものなのか、度胸もある。知れば知るほど不思議な女の子だ。ん？どうしたの？あ、いや、ライって不思議な子だなって思った。不思議？どうして？自分でもよくわからないんだけど、そんな風に感じるんだ。ライの行動を一つ一つに引き付けられていく自分がわかる。アイドルとしての魅力はもちろん、それ以外にも俺に興味を持たせる何かをライから感じていた。へえ。それじゃあもっとたくさん一緒の時間を作らないとね。はあ、そうかも。ライもね、ヨシトのこともっともっと知りたいって思うよ。
まっすぐな視線と言葉にドキッとする。ライの意志は本当にまっすぐで心に響いてくる。今日もヤシトと一緒にいてすっごく楽しかったから。まっすぐに気持ちを返そう。ライはこんなにも素直に気持ちを伝えてくれる。俺も真剣に答えないとライに対して失礼だ。俺も楽しかったよ。またこうして一緒に遊ぼう。うん、約束だよ、ヤシト。笑顔を交わし合う。胸の内に湧き上がったこの気持ちを大切にした。うん、そろそろ戻らないとみんなに怒られちゃいそう。行こう、ヤシト。うわ、相変わらず素早い身のこなしでぎゅっと腕に抱きついてくる。俺、どうしてこれは全く交わせないんだ。それはもうちょっと控えて。やだよ、みんなのところに戻るまで離してあげない。ライはまだまだ元気。一通り遊んだはずなのに疲れた素振りなんて全く見せない。いつの間にかこれも楽しいと思っちゃってるんだな。キラキラ眩しいライの魅力にすっかり虜になってしまったのかもしれない。もっとライのことを知りたい、そんな風に思った時間だった。さて、次は誰に話しかけようか。これ順番に行くのか、全部行くのか、これ全部行くんか。まあ順番に行きましょう。順番に行く感じだな。順番に行くよ。さっきからすごい見られている。視線を無視できるほど俺の神経は太くなかったらしい。サラ、何か言いたいことがあるのか。いいえ、ご主人様に伝えたいことでキサラの胸はいっぱいです。水着で強調されているキサラの胸を意識してしまう。でかい。あ、リンもおっぱい大きくしようかな。ライも負けてないと思うんだけどな。恥ずかしいですご主人様ったら、キサラの胸に興味がおありですか。そういう意味じゃなくて、キサラちょっとこっち。キサラの手を引いて強引に連れ出す。ちょっと無茶だったか。ご主人様が強引にキサラを。話がしたいの、うん、キサラは強引でも構いませんのに。改めて考えると一番妙なのはキサラだ。俺のことをご主人様なんて呼んでるし、本当に凪先輩なのか。そんな、じっと見つめないでください。ごめんしまった、2秒ルールを忘れてた。ここで気分を悪くされちゃうといろいろまずい。キサラ、いろいろと妄想して興奮してしまいます。喜んでるし、嫌われたり遠ざけられたりする要素が全くない。遠慮せずに触ってもいいんですよ。キサラはご主人様のものですから。俺のものって。そうです、ご主人様のおっしゃることでしたらキサラは何だっていたします。なぎ先輩ならこの言葉を使ったとしてもそこに深い意味はないんだろう。でもキサラは違う。確実にいいと思ってその言葉を口にしている。何？リンやライと違ってゆっくり一歩ずつじりじりと近づいてくる。特殊効果でも付与されてるかのようなキサラの視線。どういうわけか
足が動かない。ご主人様の喜ぶことがキサラの喜びですから。しなやかな指先が首筋に触れる。そのまま胸、お腹へとさす、すべっ。ご主人様の男性らしい体つき、とても素敵です。キサラ、何してるの？スキンシップですよ。せっかく、こうして二人っきりですから。ね？俺の体に落書きをしているかのように、指先を上下左右に運ぶ。特に、ここ。腹直筋と外腹斜筋の境目が最高にセクシーです。痛いってば。ご主人様もキサラの気になるところ触ってください。できないって。触れって言われても。キサラの女としての部分、ご主人様に触れてほしいんです。手や肩ならまだしも、女としての部分って。目の前の柔らかい膨らみや、その他にも水着という申し訳程度の布に包まれたいろいろな。もしかして、お預けですか？は？キサラは我慢しておけ、ということですか？ご主人様、ひどいです。でも、そういうところも素敵ですよ。さすが、キサラのご主人様です。勝手に何でも都合のいいように解釈してる。俺、このままで大丈夫なのか？キサラは、ご主人様に全てを捧げるつもりですから。ご主人様も、キサラに遠慮などしないでください。わかったよ、わかったから、ちょっと離れてくれない？あら、どうしてですか？いろいろと事情が。指でいたずらされたり、目の前で柔らかい膨らみを見せつけられたりしたから。そんなに股間を隠さなくてもいいじゃないですか。殿方の正常な反応です。ちょっとバレてる。めちゃくちゃ恥ずかしい。それに、キサラを性欲の対象として見てくださった証です。ゾクゾクしますわ。冗談で言ってるようには見えない。俺をからかってるわけじゃなく、本気で喜んでる。凪先輩、こんな趣味があったのか。衝撃的すぎる事実だった。現実世界とのギャップにますます頭を悩ませることになりそうだぞ。そのご主人様、今度は何？せめてお褒めの言葉はいただけませんか？水着、ご主人様のために選んだのですが、いかがでしょうか？しまった。サラの勢いに押されて忘れてた。その、可愛いと思うよ。大人っぽいキサラにはよく似合ってる。ありがとうございます。とても嬉しいです。こういうところは普通の女の子と変わらない反応みたいだ。もっと締めてくださいとか言われたらどうしようかと思った。本当なら水着の中も褒めていただきたいのですけど。水着の中？それはまた次の機会の楽しみにとっておきますね。次、何するつもりだよ。そんな、キサラの口から言わせたいんですか？ご主人様、やっぱり意地悪です。違う違う、そういうつもりじゃないってば。では、どういうおつもりですか？大きな瞳が、ちっぽれを見つめてくる。とんでもなく追い詰められた感。キサラの視線、やっぱり何か特殊効果が乗ってそう。照れて困っているご主人様の顔、やっぱり素敵です。
はい。ちょっとからかいすぎてしまいました。お許しください。頭を下げる気さら、何にしてもようやく少し落ち着くことができそうだ。ところでご主人様、お話とは何でしょうか。え、お話って。ご主人様が話があると言って貴様を連れ出したんじゃありませんか。ああ、そういえばそうだっけ。すっかり忘れてた。別に中身がある話がしたかったわけじゃないんだ。と言いますと？ただ、貴様のことをもっと知りたいなって思って。あっ！嬉しいです！ご主人様が貴様のことを思ってくれているなんて！胸が当たってる！水着だからとんでもない感触が。あちらでゆっくりお話しましょう。ご主人様の知りたいこと、何でも答えますから。俺の腕を抱くようにして体を寄せ、俺に促す気さら、同時に指先で体をさすってるくらいたまらない。ご主人様、キサラのことをもっとたくさん知ってください。体をさすの必要ないでしょう。無粋なことはいい子なしですよ。くすぐったいや。指先が乳首をかすめて変な顔が描かれる。その瞬間をキサラが見逃すはずがない。ここが感じるんですね。ご主人様の気持ちいいところ覚えちゃいました。いいから、そんなの覚えなくて。いけません。ご主人様にご奉仕する日のためにもっとたくさん勉強しませんと。積極的に迫るキサラにの笑顔にドキドキ。色気に加えて純粋に女の子としての魅力を感じる。もっとたくさん知り合いましょう。キサラとの時間楽しんでください。わかったから、くすぐるのはやめて。これはアイブです。じきによくなりますから、キサラに任せてください。余計ダメだって。キサラ、こんな時間ですか。ほんとだ、いつの間に。気づけば意外と時間が経っていた。最初はどうなることかと思ったけど、キサラとの会話は思いのほか弾んでいたらしい。やっぱりご主人様との時間は特別ですね。え、どういうこと。こんなにも早く過ぎ去る時間、キサラは他に知りません。ご主人様もキサラと同じように感じていただけているなら、とても嬉しいです。優しい声と柔らかい微笑み。キサラって実はこういう一面もあるんだ。そろそろみんなのところに戻ろうか。はい、わかりました。参りましょうか。ん？どうかなさいましたか。いや、意外だなと思って。キサラもっと話したいって言うと思ったんだけど。少し物足りないくらいがちょうどいいんですよ。火種は残しておきませんと。キサラはいつまでもお待ちしてますから。うん、わかったよ。ご主人様、またご一緒しましょうね。さて、次は誰に話しかけようかってところで、本日の実況ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次は残り2人だね。多分次の回。はい、終わり。